直感的に利用してクリックするは、右キックがライト操作を選択し、ライトを追加を選択します。新しいライトは自動的にマウスカーソルに追従し、ポインターの下の領域を照らすように位置と角度が調整されます。この機能によりオブジェクトに望ましい見た目を実現するためにライトを手動で調整する時間が大幅に短縮されます。右クリックしてライトを追加するだけで必要なものが得られます。インタラクティブモードでライトを配置する際、指先で完全にコントロールできます。マウスホイールを使用して明るさを調整し、シフトキーを押しながらホイールを回すとサイズを変更でき、アルトキーを押しながらホイールを回すと距離を変更できます。ライト、ラングラーはライティングワークフローに前例のないレベルのコントロールをもたらします。すでに追加されたライトを調整するのは簡単です。右クリックしてライトカスタマイズメニューを開き、ライトを調整を選択してインタラクティブモードに入り、ライトの位置や設定を変更します。さらに高速にアクセスするにはライトを選択した状態でタブキーを押すだけです。インタラクティブモードに入らずに素早く調整するだけの場合は、光点のギズモをドラッグします。インタラクティブなライト配置モードはマウスボタンを押している間はアクティブなままで、離すとライトの位置が確定します。ライトラングラーには自動ライト配置用の2つのモードがあります。デフォルトの反射モードはマウスが指している場所のスペキュラー成分をハイライト表示します。3キーを押すと直接モードに切り替わり、ライトがターゲットとなる面に垂直に配置され、マテリアルの拡散成分が強調されます。各モードがオブジェクトの外観にどのように影響するかを確認してください。反射モードに戻るには1キーを押します。タブキーを使用してライトを調整する際、最後に使用したモードが自動的に呼び出されます。タブキーの代わりに1キーまたは3キーを押すことで、特定のモードを直接アクティブにすることもできます。これらの2つのモードにより完璧なライティングセットアップを作成する際の柔軟性が得られます。リムライティングのような繊細なルックスでは手動での微調整が必要になることがよくあります。反射モードではマウスをオブジェクトの端に近づけることでこれを実現できますが、2キーを押すと起動配置モードがアクティブになり、さらに細かいコントロールが可能になります。このモードではマウスを動かすとライトが中心点を軸に目的の方向に回転し、位置を微調整できます。要約するとライトラングラーの反射と直接の自動配置モード、手動の起動モード、マウスホイールとキーの組み合わせによるライトプロパティの完全なコントロールにより、ライティングセットアップを作成するための便利なワークフローが提供されます。ライトラングラーはサイクルズレンダリングエンジン用のユニークなライトカスタマイズ機能を提供します。これらの機能は画面右側のライトデータタブにあるライトカスタマイズパネルにあります。デフォルトのブレンダーエリアライトは単純なハリ色の RGB 放射を使用しますが、これでは2つの理由から最も現実的なライティングが得られない可能性があります。まず実際のスタジオライティングではシャグシロの RGB ライトが生成されることはほとんどありません。代わりに色は絶対温度ケルビンによって決定されます。ライトラングラーは自動的にブラックボディ放射設定を作成するため、正規のない白やグレーの RGB ライトよりも現実的なライティングが実現します。次、デフォルトのブレンダーライトの均一な分布とハードエッジは光沢のあるオブジェクトに非現実的な反射を生成する可能性があります。ライトラングラーのスクリームモードはエリア面上に明るい中心部とエッジに向かって徐々に減衰する現実的なライト分布を生成することでこの問題を解決します。直感的なスライダーを使用してエッジのぼかしをコントロールし、スクリームの背後にあるソフトボックスの効果を模倣する水平および垂直のライトグラデーションを作成できます。
アリスマップは、ライト、ラングラーの次のライトカスタマイズモードであり、1回のクリックでエリアライトに高ダイナミックレンジのテクスチャを適用できます。ソフトボックス、オクタボックス、円形およびフレネルライト、抽象的なテクスチャ、放物線反射板など、さまざまなオプションから選択できます。選択すると、アドオンは選択したライトソースの特性に合わせて、ライトの広がり角度などのライト設定を自動的に調整します。これらのテクスチャを THAR エリアライトに適用することで、実際のライトソースの動作を模想するより、現実的で視覚的に興味深いライティングセットアップを作成できます。Light Wrangler の HDRI マップ機能は、これらのテクスチャを適用するプロセスを合理化します。これにより、濃度を手動で設定して、ライトにテクスチャを適用する場合と比較して、時間と労力が節約されます。ライトラングラーでサイクルズエリアライトに使用できる3番目のライトカスタマイズモードは5ボモードです。HDRI マップ機能と同様に5ボモードではビルトインのテクスチャコレクションを参照できますが、その目的は Go ボ、Go Between または Goes Before Optics に由来としても知られる様々なシャドウパターンを生成することです。5ボは写真、ビデオ、劇場照明で一般的に使用され、興味深く動的なシャドウ効果を生み出します。Light Wrangler の5ボモードでは、植物、窓、抽象的なパターンなど、さまざまなテクスチャから簡単に選択し、1回のクリックでエリアライトに適用できます。アドオンは、選択したテクスチャをシーンに投影するために必要な濃度を自動的に設定し、レンダリングに奥行きと視覚的な興味を加える、複雑で現実的なシャドウパターンを作成します。フォーカススライダーを使用して投影されるシャドウのぼかしを制御することもできます。ライトラングラーで利用可能な一部のゴボテクスチャには三角形のシンボルがついており、アニメーション化されていることに注意してください。ライトラングラーのゴボモードはシャイクルズのスポットライトでも使用でき、ライトラングラーにはブレンダーのポイントライトに IES Illuminating Earring Society テクスチャのコレクションも用意されています。IES テクスチャは電球、ランプ、照明器具などの様々な光源からの光の強度分布の実際の測定値に基づいています。ポイントライトに IES テクスチャを適用することで、デフォルトの非現実的な全方向放射を実際の家庭用照明のより正確な表現に変換できます。Light Wrangler は1回のクリックで適用できる厳選された IES テクスチャのコレクションを提供することでこのプロセスを簡素化します。アドオンは選択した IES テクスチャをポイントライトに適用するために必要な濃度と構成を自動的に設定し、ライトの放射パターンが対応する光源の実際の特性と一致するようにします。これにより、特にインテリアシーンやアーキテ、クチャビジュアライゼーションにおいて、より現実的で信憑性のあるライティングセットアップが実現します。ライトラングラーのスマートな地面検出機能は、ライトの配置時に光源を自動的に地面レベルの上に保ち、時間と労力を節約します。さらに、精度が必要な場合は、特に凹凸のある地形や、特定のライティング要件のあるシーンで便利な地面レベルを手動で設定できます。自動ライト可視性機能では、ライトソースを選択すると、カメラビューでのその可視性が自動的に有効になり、特定のライトのカスタマイズに集中しやすくなります。これにより、手動での可視性の切り替えが不要になり、ワークフローが合理化されます。必要に応じて、ライトラングラー設定でこの機能を無効にできます。気を散らさないインタラクティブモード。インタラクティブなライト配置モードに入ると、ライトラングラーは軸、グリッド、コントロール要素などのすべてのビューポートオーバーレイを自動的に非表示にします。この気を散らさない環境により、ライティングセットアップの美的な側面にのみ集中でき、正確な調整と最適な結果が保証されます。スクリームモードのインタラクティブプレビュー。
スクリームモードでインタラクティブプレビューを有効にすると、ライトカスタマイズパネルでスクリームライト効果のリアルタイムな更新を直接確認できます。要約すると、ライトラングラーはブレンダーのライティングワークフローを簡素化し、強化するゲームチェンジングなアドオンです。インタラクティブな配置モード、カスタマイズ可能なライトソース、思慮深いオートメーションなどの強力な機能の数々により、ライトパック、ラングラーは、あらゆるスキルレベルのアーティストが驚くほど現実的なライティングセットアップを簡単に作成できるようにします。